マーラー刀作麺の冷凍作麺を削りながら、鍋に放り込む、刀作麺とは、中華人民共和国の三世小発祥の麺の一種。小麦粉を水で練った生地の塊を板に乗せ、片手に生地、片手肉の字型に曲がった特殊な包丁を持って、湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でる。麺の独特な製法から、全体は、柳の葉の形になり、 また断面は三角形になって独特の食感を生み出す。ラーメンと同じようにスープに入れたり、あんや黒酢に絡めて食べる。日本国内では日本人向けにアレンジされた唐作麺はラーメンのようなスープを用いることが多いが、発祥地周辺では釜茹で麺に酸味の効いたトマトソースをかけたり、豚肉の脂身とニンニクの芽が入った肉あんをかけて食べることも多い。 時間がかかっていると麺の茹で具合が違ってくるため、麺を削るには手際の良さと麺を長く均質に削る技術が必要であり、熟練した料理人は確保が難しい上給料も高い。ゆえに一般的なラーメンに比べて高価になる。2010年、河北省に住む発明家が自動車のワイパーから考えついた自動麺削りロボットを発明し話題になった。 現代、モンゴル族の統治者は、漢民族の反乱を恐れて、金属製の武器を取り上げた際に、各家庭の包丁まで没収した上で10件に1丁の割合で包丁を割り当てて順番に使うことにさせた。調理場の不都合から薄いてっぺんを用いて削った面を作ったことが、発祥という説がある。盗作面は通例、盗正面と読まれることが多い。中国語の発音。 ダオシャオミエンに由来する、唐作麺と読まれることもある。三政省は、麺食のふるさとと呼ばれるほど、多種多様な麺料理がある。代表的な唐作麺の他に、生地を箸で引いて、湯の中に飛ばす、バチ魚や、指で引くものなどがある。猫耳など、マカロニなどのショートパスタと、そっくりな麺もある。生地も、小麦粉だけではなく、コーリンなどの雑穀を用いた麺もある。 香料麺は、ほんのり赤く、ほのかに、蜂蜜のような甘みがある。ありがとうございます。